はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。えーとですね。まあ、あいろいろ、まあ、やっぱりなーっていうニュースがいろいろと入ってきておりましてね。えー、ちょっとそれを皆さんとシェアしていきたいと思っております。はい。えー、これ、中国での研究です。えー、これ、英語の記事なんですけど、中国での研究です。 はい。やっぱりね、公外。厳しいですよね。公外。はい。香りの害でございますね。香りの害。これきついんですよね。ほんと、化学物質にね、花瓶に反応しちゃう私みたいな人間は。郊外ってきついんですよ。本当にね、中には頭からね、 本当に頭から柔軟剤の原液をぶっかけたんじゃないかみたいなね、すっごい強烈な香りのする人がいますからね。まあどうしてなのかは、あ皆さんご想像にお任せいたします。郊外でございます、郊外。これね、まあ真の国の研究なんですけど、まあ日本にも当てはまるんじゃないかなと思います。はい。 え、どういった研究かって言うとね、あの、家の中に、芳香剤とかね、そういった香り系ですね。香り系の化学物質。はい。まあ、天然のお香とかじゃありませんよ。はい。えー、天然素材のお香ではありません。はい。えー、いわゆる化学物質ですね。ま、芳香剤とか、ありますよね。匂い消し消臭剤とかね。ああいうものを置けば置くほど、 はい。置けば置くほどね、えー、老人が認知症になるという研究結果が出ております。はい。えー、ああいったね、方向剤ですね。お部屋の方向剤とかね。えー、ありますよね。これ天然のお香ではありませんからね。天然のお香ではありませんから。 はい。お部屋の方向材とか、まあ、トイレにも方向材置き、置いたりとか、玄関にも方向材置いたりとか、方向材好きな人いますよね。一個ぐらいだったら許せるんですけど、本当に各部屋に置いてる人いますからね。でもって、自分はというと、着ている服ですね。着ている服のね、柔軟剤すっごい匂いしますからね。 はい。でも着ている服なのか、その人の体からその柔軟材臭が出てるのかっていうのはね、まあわかんないんですけど、とにかくすごい人がいますからね。はい。えー、これね、面白いですよね。えー、こういった方向材系のね、化学物質を使えば使うほどね、いわゆるボケる。<laughs> はい。 ボケるということですね。はい。認知症になってしまいますよっていうことが、えー、中国の研究結果でございました。まあ、化学物質なんでね。これあんまり良くないんですよ。人体にはね。わかりますよね。まあ、柔軟剤もそうですからね。あのー、ね、マイクロ、ね、ビーズでしたっけ あれも化学物質ですからね、天然素材じゃありませんからね、どう考えても。はい。そういうものを使えば使うほど頭がね、えぇ、ー、えー、あっぱらぱーになってしまうということでございます。はい。なんか今ほら日本、まあ朝ちょっと話したんですけど、日本の方あっぱらぱーになっちゃってますよね、まあまあね、理性で、 理性のない方が増えてますけど、もしかしたらですよ。はい、嫌な話しますけど、もしかしたらこんな香り、香り、香り、香りってね、香りがいいっていうものを使ってばっかりなんじゃないでしょうかね、そういう人たち。いわゆる洗濯物にはね、まあ香りがすっごいね、長続きするね、えー、マイクロビーズの入ったような柔軟剤をたっ ぶりつかってね、お部屋の中には方向剤を置き、みたいな方が、もしかしたら頭をね、こうやられちゃっているっていう可能性もありますよね。これ、あのー、あの、ほんと研究結果でこういう結果出てるんですよ。うわーって思いましたね。はい。うわーって思っ たんですよはい。お分かりになりますよね。もう本当にね、まあ、あの、最近ではね、まあ、神戸でしたっけ、神戸じゃないか、兵庫県ですね。宝塚市なんかでは、もう本当に公害で苦しんでるお子さんとか結構いらっしゃるみたいなんで、 なんかあ、学校のクラスもね、分けるみたいですね。はい、公害、まあ、香りに敏感なお子さんとそうじゃないお子さんにね。まあ、その方がいいと思いますよ。本当にきついですからね、公害。本当に公害きついですから。もう本当わかんない方はわかんないんですよね、これね。言ってもはーっていう感じなんでね。でも結局、研究結果が出ていて、 研究結果が出ていてね。えー、ボケちゃうの早くなっちゃいまちゅよっていうことが出てまちゅ。<laughs> はい。おぼけになるのが早いということですね。こういう香り製品をね、たくさん使ってる方は。<laughs> まあね。 まあ、そりゃ、ぼ、ボケるっていうかねそ、そうでしょうねって思います。あの、化学物質ですからね、体にいいものとは思いませんから、到底。まあ、天然のね、はい、まあ、天然の精油から作った成分はね、まだマシかもしれないですけどね。まあ、化学的なこういった香りっていうものはね、 あまりにも良くないんじゃないかなと思います。本当に害を受けてる人の、がね、結構いるんですよ。はい。害を受けてる人が結構いるんですよ。ねえ。もう本当にね、あのー、なんて言うのかな。メーカーさんはね、考えてもらいたいですね、この辺を。昔のね、マイクロビーズじゃない、ね。 ほんのり香る方が良かったんですけど、今香りが長続きって言ってマイクロビーズとか使っちゃってますからね。はい。いらない工夫なんですよね、こういうのは。いらない工夫なんですよ。はい。昔のシンプルな柔軟剤で良かったんですよ。ねえ、まあね、ろくなことをしませんよね。はい。えー、そう思っております、私は。 まあね、なんというか、はい。なんというかな話題でございますけど。でも本当ね、ね、わかる人にはわかりますよね、これね。もうだってすれ違っただけでね、鼻が曲がりそうな人がいますからね。本当に。よく本人平気だなと思いますね。多分慣れちゃってるんでしょうけど、はい。 えー、その香りがどこから来ているのかわかりませんけどもしかしたら体の中からね、かんばしい香りがねしてんのかもしれませんけどね。はい。この辺は本当に謎ですけど、一応謎としておきましょう。まあ、本当ひどいですよね。はい。えー、郊外わかる方にはわかるということで、しかもこの公外ですね。 え何も害がないんだったらいいんですけど、こういったね、頬の鉱材ですね。頬鉱材とかを使うことによって、なんと頭が、ボケてしまいますよっていう研究が、研究結果が出てるんですよはい。まあ注意しましょう。まあ、このチャンネルに来ている方はね、みんなナチュラル派の方が多いと思うんで、あんまりこういう問題は生じないとは思いますけどね。 はい。あんまりこういう問題は生じないとは思いますけど。はい。一応注意喚起しておきましょう。そして、次。これ来ますね。ほんと来ますよ。はい。ゼロヘッジさんでございます。ゼロヘッジさん。金融の話題でございます。金融の話題でございます。<laughs> はい。金融の話題。何かかというとね、あの、ウォーレン・バフェットさんですね。あの、バフェットさんでございます。あのー、ねえ、すごいですよね。もう世界で有数の投資会社なのに、未だに自社ビルを持ってなくて、えー、まあ、あ貸しオフィスビルを、一部屋借りてます、本社は。 はい。ハサウェイですね。ハサウェイ。はい。えー、バフェットさんが持ってるね。すごい堅実な方でございます。従業員たったの27人でやってるというね。<laughs> はい。嘘みたいでしょ バフェットさんのところの会社、世界でも有数の投資会社なんですけど、なんと社員27人しかい,いませんよ。<laughs> だから儲かるんですよね。だから儲かってるんですよ。はい。えー、いわゆる自分の会社のビルも持たない。はい。貸しビルの一部屋を借りている。そして従業員も27人。厳選された方々を雇っているということですね。 だからね、何百人とかね、いらないんですよ、社員がね。すごいですよね。こういうこ、こういう感じで営業してるんで、世界一って言われるんですよね、この人が。はい。世界一の、まあね、えー、ケチケチさんとも言われてますね。はい。まあ、食べ物もね、すっごい質素みたいです。はい。食べるものとかね、飲むものとかも。はい。 えー、ありえないぐらいシスみたいですね。はい。で、この、まあ、バフェットさんなんですけど、すごい勢いで、はい、過去最高ペースで、過去最高ペースです。はい、過去最高ペースで何かをやってるんですよ。はい、何をやってるでしょう。株を売りまくってます。 はい。株売りまくってます。バフェットさん。はい。投資家。しかも世界で有数の、まあ、超有名な、まあ、1、2を争う投資家ですね。この方が株を売りまくっている。この意味を考えましょう。 見えてきましたよね賢い皆さんには。はい。見えてきましたよね賢い皆さん。なんで、ウォーレン・バフェットさんともあろう方が、今、この時、過去最高に株を売りまくっているんでしょうかということでございます。 来ますよはいナイやガラナイやガラこれ来ますね他にだって理由がありませんもの他に理由はございませんバフェットさんが株を売りまくって てるんですよ本当に理由は他にないと思います。多分、ナイアガラですね。ナイアガラに備えてできるだけ売っとこうっていうことですね。もう来るっていうことですよ。ほら、ね、私前から何度か言ってますけど、アメちゃんのところのリーダーを決める、はい、イベントもね、 もうすぐですよね。私言ってましたよね。ないやがら、来ますよ、と。まあ、まあ冗談抜きでね、本当に、あの、兄ちゃんとかやってる人は今のうちに引き上げといた方が無難じゃないんでしょうか。アメちゃんのお株なんでね。で、 まあ、これね、今買うのがどうかわかんないんですけど、ちょっと前に買ってた人は、今、バンバン歳ですね。はい。金価格も過去最高でございます。はい。金価格も過去最高でございます。有字の金でございます。わかりますよね。 今、世界で名だたる投資家のバフェットさんが株を売りまくり、そして金価格は過去最高になっている。この意味は、まあ、ナイアガラの滝以外に考えられることってないんですよね、あんまり。まあ、おやつ大会というのも考えられますけどね。 いかんせん、まだちょっと現実的ではないですよね、おやつ大会。地域紛争なんでね、まだね。でもって、アメちゃんのね、アメちゃんのせんのきょーですね。アメちゃんのせんのきょーはね、間近かだということです。 まあまあ、皆さんわかりますよね。はい。えー、多分来ますよ、これ、ナイアガラが。ナイアガラの滝が来ますね。はい。えー、なんで本当あのー、まあ、現物とかにね、変えた方がいいと思いますよ、ペーパー資産。ごめんなさいね。はい、現物とかにね、 ペーパー資産の方は変えた方がいいんじゃないかなって思います。はい。まあ気をつけないといけないのがこのアメちゃんの線の今日ですからね。株が一夜にして激減するかもしれませんよということです。 まあね、わかりますよね、これ。まあ、投資なんかやってないからね、自分には関係ないって言ってられませんからね。はい。えー、経済不況の嵐というのは、一番割を食うのは庶民でございます。これわかりますよね。世界の、あのー、世界のね、大の今日のこうの時も、結局、その会社とかね、株とかに関係ない一般市民も、 かなーりバリを食いましたよね。はい。バリを食うんですよ。一般庶民。まあ、本当になんでね。なんで、まあ、これ気をつけておいた方がいいです。来ますよ。で、ナイアガラが来るっていうことはどういうことか、よーく考えてください。物価は上がるでしょうか下がるでしょうか上がりますね。 はい。物は買いやすくなるでしょうか買いにくくなるでしょうか買いにくくなりますよね。どう考えても。会社は儲かるでしょうか儲からないでしょうかこれ当たり前なんですけど、会社、お父ちゃんのところが多くなりますよ。はい。なんで、 ナイヤ柄がもし来たらねまままあほんと大変ななことになりますよ <laughs>、まあ、日本に影響あるのはねまあなんて一応ねタイムラグがあるんで日本にこれがね襲ってくるまでねこのナイアガラの滝がね襲ってきてまあ実社会にね何か影響が出るまでタイムラグがで。 タイムラグががありますからねタイムラグがなんで数ヶ月ぐらいでしょうねだってあのリーのンの時ですねリーマンの時も日本に影響が及んできたのって数ヶ月後でしたよね皆さん覚えているでしょうかはいそういうことなんですよだから だから B 地区でございますね。B 地区。はい。A 地区じゃなくて B 地区でございますね。これが本当に必要なんですよ。はい。まあ、来ますよ、これ。来ますね。なんて言っても、あの、ウォーレン・バフェットですからね。あの、なんて言うのかな。あー まあ、こういう言い方をしては良くないのかもしれませんけど、ドケチで有名なモーレン・バフェットが株を売りまくってるんですよ。過去最高額。まあね、お分かりになりますよね。この意味を考えないといけません。はい。 意味を考えないといけないんですよ。これをね。はい。で、日本にね、まあ影響があるのは数ヶ月後かもしれませんけど、今のうちにさっさと準備しといた方が、まあ、身のためだよねってことです。はい。まあ、身のためだよねってことなんですよ。 お分かりになりますよね、これね。本当に。まあね、本当、大変になってきますね、世界中で。はい。世界中で大変になってきますね、これね。もう本当考えないといけないことですね、これはね。 えー、頭を使って生きていく時代になりました。努力してね。努力してあ頭を使って生きていくっていう時代に入ってるんですよ。ごめんなさいね。鼻噛んじゃって。申し訳ないです。まあ皆さん、今のうちに、今のうちにね、もう一度、あ,ーあの、B 地区のね、B 地区のね、リストを作って、 えー、何が足りないかチェックしましょう。チェックしましょう。もう数ヶ月もないかもしれません。このナイアガラの滝が始まるまで。はい。ナイアガラのね、滝が始まるまで数ヶ月にもうないかもしれないんで、もう早くね、えーチクはい、チェックして見直しましょう。何が自分に足りないのか。これをリスト化して、リストアップしてね、チェックしましょう。 で、足らないのは、なるべく早くね、えー、まあ、なんていうのかな、あ購入して、はい。安心できるようにしましょうね、っていうことですね。まあ、これ本当にね、ごめんなさいね、来ると思いますよ。なんて言ってもね、あの、ウォーレン・バフェットですからね、ウォ,ウォーレン・バフェット。はい。えー、この、この方もね、あのー、 30年ぐらい同じ車に乗ってるっていうね。まあすごい方なんですけどね。はい。まあ大体、あのー、世界のね、名だたる大金持ちの方っていうのはあ、大体かなり質素な生活をしております。はい。だからお金持ちになるのかもしれませんけどね。めちゃくちゃ質素な生活してますよ。はい。まあそれも重要なんですよね。それも重要なんですけどね。 まあ、そういうわけで、皆さん本当に、本当に気をつけましょう。もうすぐ、アメちゃんの選挙です。はい。ずーっと私言ってましたよね、前々から。ナイアガラの滝は、この選挙の後ぐらいなんじゃないかなって。 なんで、まあ今のうちですね、兄ちゃんとかやってる方引き上げた方がいいですよ。でもって、まあ現物ですね、余裕がある方は現物を買いましょうね。ペーパー資産じゃなくて現物資産に移行していきましょう。今、あの、ちなみに金価格もめちゃくちゃ上がっております。まあ今買うのがね、これベストかどうかってわかりません。私も正直言って。 私も手放さ、手放さなきゃよかったなと思います。実は本当一オンスの金貨持ってたんですよ、一枚。手放しちゃったんですよね。このアンティーナの時に。はい、手放さなきゃよかったって思ってます。今でも後悔しております。はい。ええー、本当ね、あのー、今のその時代ですね。 この時代がはっきり見えるような情報ですよね、これ。はい。はっきり見えるような情報でございます。これもね、貼り付けておきましょうね。ゼロヘッジさんです。ゼロヘッジさん。ねえ、とんでもないでしょとんでもないんですよ。 もう、もう、ほんとね、準備しないと、もう、もう、なんか準備されてない方は、慌てて準備しないと、まあ、間に合うかどうかはわかりませんね。はい。まあ、ペーパー資産はね、えー、まあ、今日まで、今日まで休みなんで、市場がね、はい。マーケット今日まで休みなんで、 まあ、なんともっちゃなんとも言えないんですけどね。でもまあ、本当早めに、ね、売ってしまった方がいいかもしれませんよ。はい。でもまあ、損切りできる覚悟があったら、まあ、あの、紙くずになってもいいから持ってたいっていう人は、全然それでもいいとは思うんですけど、はい。そういうことです。 で、投資に興味もない人、多分大多数だと思うんですけど、我々にもね、確実に影響が来ますんで、これね。先ほど言ったように。はい。えー、インフレやってきます。大きなインフレがね。こういうふうなあことになるとね。 これわかりますよねあの、大の今日のうの時代ですよね。もの手に入らな、入らなくなりましたからね。これ記録、記録見てみるとわかるんですけど、まあ、アメちゃんですね。アメリちゃんで大の今日のうとかがあった年なんですけど、まあ、本当に食べ物とかもうなくなっちゃってたんですよ。手に入らなくなっちゃっ,たってたんですよ。で、ケーキをどうしても食べたいんでね、ええー、まあ、 大の京の項のケーキっていう、まあ、なんていうのかな。安い材料で作れる、まあ、ケーキなんかね、自分の家で焼いたりするね。そういったレシピも、えー、実は、作られてたりするんですよ。大京慌のケーキで検索してみると、作り方出てくると思います。あるんですよ、本当に。 物が買えなくなっちゃったんでね。まあ、高、高、高くなりすぎちゃって。これまたやってくる可能性あるんでね。はい。なんで、まあ今のうちにね、備蓄しときましょう。はい。備蓄はね、備蓄があればね、何があっても本当にある程度は安心できます。はい。ある程度は安心できます。なんで、皆さん、備蓄よろしくお願いいたしましょうね。はい。 まあ、今回二つ話題をお届けいたしました。一つは、まあ、中華のお国でね、中華のお国で、芳、え、香、ー、剤を置けば置くほどボケるという研究があ、研究がね、あるっていうことと、もう一つは、なんていうのかな、その、ウォーレン・バフェットさんのことですね。はい。二つ皆さんにお伝えいたしました。 えー、両方ともね、もう本当にあれなん、あれな問題なんですけど、まあ、特にね、あのー、後半ね、後半のこの問題ですね。はい。えー、よーく考えて皆さん、あのー、備蓄した方がいいんでね、よろしくお願いいたします。みんなで、まあ、頑張ってね、生き残りましょうということで、はい。 そのうちね、こういった楽譜もね、手に入らなくなるかもしれません。私の好きなバロックのね、ピアノ曲集でございます。でもって、こちらもラモンのね、えー、曲集なんですけど、これ、これフランス語なんですけどね、未開人というタイトルでございます。はい、えー、実はね、ラモンね、あのー、 え、優雅なインドの人々っていうオペラを作ってまして、その中に未開人っていうのが出てくるんですよ。はい。その方が、まあ、あこれも、あの、ピアノの曲ではないんですけど、もともと歌なんですけど、非常にいいこと言ってましてね。はい。えー、静かな森よっていうね。 そういうタイ、なんていうのがタイトルの歌なんですよ、これ。未開人のところね、曲。で、静かな森を、あなたはね、欲にもまみれないでね、天国のようにね、私たちを、まあ、平和にしてくれるよね、と。森をありがとうっていう歌なんですよ。はい。えー、まあ、そういった、そういうね、えー、歌詞があるんですよね。オペラなんですけど、ラモーの作ったオペラでね。まあ、フランス語なんですけど。 まあ、端的に言うとそういう感じなんですよね。まあ、えー、森はね、平和で、まあ、いいよね、みたいなね。はい。そういうことですね。はい。私たちは自然と共に、はい。欲にまみれないようにね。はい。生き抜いていきましょう。それではまた、ごきげんよう。沖縄おばばでございました。